皆様こんにちは。ドレディアと共に対戦パート7、やっていきたいと思います。前回の動画を見ていただいた方、ありがとうございました。ウルトラサンムーンの発売まで1ヶ月を切りましたね。新しいウルトラビーストが発表されていますし、他にも新要素がありそうです。発売が楽しみですね。あと1ヶ月で発売か。ご主人の動画の制作ペース的に考えて、この動画がサンムーンの最終回になるのかな。そうね。まあ最終回だからといって特別なことはせず、今回もレイトに潜っていきましょう。というわけでパーティーはこちらです。ドレディア、ニンフィス。って僕が入ってるまあサンムーン最終回だし、一回くらいは実況係だけじゃなくて、戦力として頑張ってもらおうかなと思って。ああ、2016年9月22日の動画以降、一度たりともなかった僕の出番が、ついに、我が生涯に一片の悔いなし。嬉しすぎて昇天したー。改めまして、今回のパーティーはドレディア、ニンフィア、サメハダー、フェローチェ、テッカグヤ、ガマゲロゲの6匹です。前回の動画でいただいたコメントの中から、サメハダー、フェローチェ、ガマゲロゲの3匹を選んだみたいだよ。皆様コメントありがとうございました。今回は、初手ガマゲロゲでステローマキ、積みエースたちで無双を狙っていくという積みリレーのようなパーティーを組みました。僕はステローマいた後にエースの積む隙を作る、アクビループ要員だったっけ。活躍できるように頑張るよ。まあ、パーティーに入れたからといって選出するとは限らないのだけれど。不穏なセリフが聞こえた気がしたけど、きっと僕の気のせいだよね。うん。それじゃあ対戦やっていこうか。まずは1戦目行きましょう。お相手のパーティーは、リザードン、ガブリアス、レイジューボルトロス、カプレヒレ、テッカグヤ、ゲンガーですね。ステロが有効なポケモンが何匹かいるし、初手がマゲロゲは確定でいいか。そうね。あとはどのエースが刺さっているかを考えて誰を出すか決めるのだけれど。サメハダーとフェローチェの通りが良さそうに見えるわ。相手全員がステロで削れていると考えれば。サメハダーはカプレヒレとテッカグヤ以外、フェローチェはカプレヒレとゲンガー以外には勝てそうだね。どちらもレヒレに弱いから、両方選出することはできないわ。レヒレに強い子を出さなければ、レヒレに強いポケモンといえば、もちろん、ドレディアよね。ドレディアも刺さっていると言っていいし、エースはドレディアプラス、サメハダーもしくはフェローチェで行きましょう。ドレディアとフェローチェだとゲンガーが重くなるから、ドレディアとサメハダーがいいかな？いえ、今回のドレディアはゲンガーに有効打があるから、ゲンガーが来る前に超前できれば問題ないわ。サメハダーを選ぶとテッカグヤが来た時に厳しくなるから、カグヤに有効打があるフェローチェにしましょう。カグヤをある程度削ってくれれば、メザホノードレディアでカグヤも倒せるわ。レヒレを倒せてゲンガーにも有効打があるメザホノードレディアってどんな方なんだ。それは出した時に説明するということで。ただドレディアもフェローチェも Z 持ちなので、どちらが Z 技を使うかは慎重に考えないといけないわね。というわけでこちらは、ガマゲロゲ、フェローチェ、ドレディアの3匹でいきます。対戦よろしくお願いします。さて、こちらの初手はガマゲロゲ。お相手の初手は、リザードンですね。リザードンはステロで削りたかったのですが、初手から来ちゃいましたか。こちらはタスキガマゲロゲだからリザワイの空火も耐える。交代でリザードンの攻撃を受けられる子はいないし、岩石封じを打つしかないんじゃないかな。空火を読むならがむしゃらという手もあるけれど、リュウマイヤにトロチャージでエースを上げられると手がつけられなくなるから、岩石封じでいきましょう。X でしたか。Y の方が良かったのですが仕方ない。X だと岩石封じやステロのダメージが下がっちゃうし、Y なら左でドレディアの揚力阻害化せるからね。地面を弱点にしてまでメガ進化したということは、岩技や水技を警戒しているのか。おう、鬼火か。耐久よりも鬼火跳ね休めがたリザードンなんだろうか。とりあえず S は1段階下げられました。ここはステルスロックで問題ないでしょう。激鱗を打たれたらガマゲロゲが落ちてしまいますが、激鱗を打たれた場合はお相手が交代できなくなるから、フェローチェの格闘 Z で倒せばいいよね。ここでニトチャやユーマイされてもフェローチェは抜けないし、大丈夫か。おそらくリザードンはこちらのテッカグヤ用に出したのでしょうし、そもそも激鱗は打たないでしょうけれど。自信を打ってきましたね。鬼火持ちリザードンで、跳ね休めも持っているはず。
それで自信持ちってことは、炎技か竜技がないのかな。炎技のないリザードンを私のパーティーには出さないと思うわ。ぜひレとのシナジーが悪い竜技を切っているのでしょうね。竜技がないなら、ギリギリだけど次の地震も耐えられそうだし、次のターンにはガムシャラを打ちたいところだね。そうね。このターンは交代されてもケアが効く岩石封じを打ちました。さて地震を耐えてくれるかしら。やけど込みでなんとか耐えた。けど、次のやけどで落ちちゃうね。ガムシャラで削って、エースに任せたいわね。ただここで交代されても大丈夫かどうか、ゲンガー以外ならガムシャラが入るから、ドレディアかフェローチェで倒せるよね。ゲンガーが来た場合は、リザードンがメガ進化しているから、ゲンガーはメガ進化できない。ならばステロコミで、フェローチェの超前からの冷凍ビームで倒せるわ。大丈夫なはず、超前持ちのフェローチェか。フェローチェってすごい神耐久なはずだけど、ゲンガー対面で超前して生き延びれるんだろうか。一段階 D が上がっていれば、ゲンガーのヘドロ爆弾で毒を打ってもギリギリ耐えられるわ。大丈夫よ、超前の力ってすげえ。まあ交代されずにリザードンにガムシャラが入る方がいいけれど。よし、交代されなかったわね。で、向こうは羽休めか。こちらはやけどで落ちる HP だったし、しょうがないか。十分な仕事をしてくれたわ、ガマゲロゲお疲れ様。さて岩石封じが入っているので、ドレディアでも確実に先手が取れますが。フェローチェから行きましょう。ドレディアはカプレヒレを見るために大事にしないといけないからね。さて、この HP のリザードンなら、スノキ間まで倒せそうですね。外すのが怖いけれど、Z 技にすれば必中になるけど、ドレディアも Z 持ちだから。Z 技を温存できる状況なら、Z 技にしない方がいいか。そうね、というわけでスノキ間まで行きます。当たってほしいところ。ってあれ、交代ですか。フェローチェに後出ししてくるポケモンといえば、カプレヒレか。リザードンを倒せていればドレディアが動きやすくなるし、ビーストブーストが発動できていたんだけども。ビーストブーストされるのはお相手も避けたいでしょうし、まあ仕方ない。HP ぶりカプレヒレは Z 気合玉でも半分削れないわ。となるとこのターンは、ドレディアに交代するか。フェローチェに落ちてもらって確実にドレディアを出すかしかないのかな。ここでムーンフォースを打たれると、ドレディアを後出しした場合に1回しか構えなくなるわ。そうなると相手の裏にスカーフ持ちがいた時点で負けなので、ここは超前してフェローチェに落ちてもらいます。超前してもムーンフォースは耐えないんだね。攻撃せずに超前する理由は、ドレディアの草技はギガドレインだから、HP の回復量を増やすためよ。ここまで削れていれば、ドレディアで倒せるし、なるほど。まあこの動き方だと、ドレディアで3立てしないといけないわけだけど、フェローチェお疲れ様、あとはドレディアに頑張ってもらいましょう。というわけでドレディアを出して超前するわ、できれば2回前たいところね。先手で超前を詰めれば特防が上がるから、2回は前そうだね。にしてもこの工程、眠りを長ないのにインネクイ入れてるのか。Z 技にするためだけにソーラービームを入れている炎タイプがいるなら、Z 技にするためだけにインネクイを入れてもいいかもと思ってね。草技、インネクイ、眠りをな、超前という技構成だと、鋼タイプに有効打がなくなるからメザ炎と両立してみたわ。草、エスパー、炎の範囲はそこそこ広いからありかもしれないね。さて、もう一回前そうなので参ります。蝶じゃないのに蝶の前できるなんてすごいわ。蝶かわいい。蝶だけに、さっきフェローチェも蝶前してたんだけど、で、蝶発されてしまったのでもう前ませんが。2枚できれば十分なはず、ギガドレインで倒しに行きます。2枚すればスカーフガブリアスにもスカーフレイ10ボルトロスにも先手が取れるから、そのあたりとも打ち合えるか。で交代してきたよ。来たのは鉄カブや。ギガドレインで回復できなかったわね。これはまずいかも。このドレディアの HP で、ヘビーボンバー耐えるの？シーカ候補生でない限り耐えないわ。レヒレにギガドレインを打って回復できていれば耐えたのだけれど、2枚目が炎では鉄カグヤは落ちないよね。ヘビーボンバーがないことを祈るしかないか。そうね、メザ炎を2発打てば倒せるでしょうし。というわけでメザ炎でいきます。なんとも言えないダメージ。そしてカグヤの攻撃はエアスナッチか。超前しているので耐えます。ヘビーボンバーがなくてよかった。あったら負けだったからね。にしても残飯持ちのエアスラカグヤか。守る持ってそうな気がする。挑発されているので守るように超前はできないし、メザ炎を打つしかないけれどね。守るあったか。これ残飯の回復込みで、メザ炎で落ちるのだろうか。微妙ね。
ステロがあるから、ここで交代してサイドカグヤを出してもう一度守る、という選択ができないのは幸いだけれど、まあこちらはカグヤが落ちることに期待して、メガ炎を打つしかないね。そうね。というわけでメガ炎で行きましょう。倒せないとやすら避けない限り負けよ。頑張ってドレディア、よし倒した。で急所か、有効急所かもしれないけれど。でも素晴らしいわ、さすがドレディア。残るはリザードン X とレヒレ。レヒレは倒せるとして、問題はリザードンか。リザードンが来ましたね。ただ確実に先手が取れるし、あの HP なら Z 夢食いで倒せるわ。Z 温存していたのが生きたわね。Z 夢食いで行きましょう。で、お相手はカプレヒレに交代。Z 技を読んできたかな。たまに読まれるからね。ただこの場合、もう一度リザードンにステロダメージが入ります。そうすればクソ4分の1のリザードンでも、ギガドレイン圏内に入るでしょう。というわけでまずはレヒレを倒します。ドレディアの全力、食らいなさい。マキシマム、はい、ブレイカー。2枚していればさすがにレヒレも落ちるかな。エスパーベストのエフェクトは魔法攻撃っぽくて、ドレディアも合っているのがいいね。よし、隠れヒレは突破。あとはステロが入るリザードン X だけです。夢食いは打てないし、炎、竜のリザードン X に対してはギガドレインもメガ炎も4分の1。とはいえこの HP ならさすがに倒せるか。そうね、というわけでギガドレインで締めましょう。いっけー。よしドレディアさん立て。よく頑張ったわドレディア。ステロ、フェローチェでレヒレを呼ぶ、ドレディア逆転にする、といういい感じの流れが作れたね。対戦ありがとうございました。2戦目行きましょう。お相手のパーティーはミミロップ、アシレイヌ、ギルガルド、リザードン、カプコケコ、マンムーですね。ミミロップか。ご主人のパーティー、メガミミロップどうやって倒すの？サメハダーやフェローチェじゃ勝てない。ドレディアなら Z 夢食いで倒せるけれど、ギルガルドに止められる。どうやって倒そうかしら。鉄火具屋ならミミロップに対して相性不利ではなさそうだけど、今回の鉄火具屋は容器ニトロチャージ型。ニトロチャージ1回ではメガミミロップやコケコが抜けないから、刺さっているとは言えないわね。仕方ない、ニンフィア行きましょう。あなたならメガミミロップに後出しで勝てるわ。仕方なく選出されるのは気がかりだけど、まあいいか。僕だとギルガルドとリザードンには勝てなさそう。ならばリザードン用に初手がマゲロゲでステローマクとして、最後の一匹はサメハダーにしましょう。メガサメハダーの頑丈はボカミ砕くなら、HP ブリシールドギルガルドも確定一発だからね。そうね。ただメガ進化すると加速が消えちゃうから、メガ進化するタイミングは考える必要がありそうだけれど、というわけでこちらはガマゲロゲ、ニンフィア、サメハダーでいきます。対戦よろしくお願いします。さあ、こちらの初手は一戦目と同じくガマゲロゲです。ステロを巻くことが前提のパーティーなので、ほぼ 100% 初手に出しているのですが、他のステロ要因と比べると、特性貯水で水無効であること、74族というそこそこの素早さ種族値、ガムシャラを覚えることが個性だね。特にタスキガムシャラは、フェローチェやテッカブヤのビーストブーストと相性がいいので優秀です。ゲロゲプラスフェローチェの構築で結果を出していた方もいらっしゃいましたし、さては相手の初手はアシレイヌ。岩石封じを打たなくても上を取れるので、ステロから入って問題ないでしょう。で、アシレイヌはムーンフォース。テーター、これはメガネ。じゃない急所か。まあ悪事は効かないから、今の急所は大きな問題ではないかな。よし、じゃあガムシャラで落ちてもらって。いや、アンコールされたら嫌だな。やっぱり自信で、ガムシャラをアンコールされたなら、僕に引けばいいような気がするけど、ニンフィアに引く際に、激流は脱身のシンフォニア打たれたら落ちちゃうと思って、考えすぎだったかもしれないわね。で、お相手はミミロップに交代か。アシレイヌを削られたくなかったのかな。サメハダーやフェローチェをアシレイヌで見るために温存したのかもしれないわね。とりあえずミミロップはサメハダーの圏内に入ったわ。というわけでガマゲロゲに落ちてもらって、サメハダーに繋ぎましょうか。ガマゲロゲはアシレイヌにガムシャラで仕事できるし、メガミミロップを受けられる僕に交代してもよかったような。後々の展開を考えると、あまりニンフィアを削りたくなかったのだけれど、そうかもしれない。まあもう居座っちゃったから仕方ないわ。ガマゲロゲお疲れ様。では次はサメハダーで行きましょう。アシレイヌはニンフィアで見てもらう必要があるから、まだニンフィアは温存します。サメハダーがミミロップの上を取るためには守るしかないから、アシレイヌに交代されるのが怖いけどね。その場合はニンフィアに引くしかないわね。とりあえず守ります。
よし、聞いてこなかったわね。ミミロップが落ちた後は間違いなくアシレイヌが来るでしょう。そうなるとニンフィアに引くことになるから、まだ加速を消したくないわね。メガ進化はせずに自身で倒しましょう。メガ進化しなくても1加速すればメガミミロップは抜けるし、自身で倒せるか。って電光石火？珍しい技を持っているわね。耐えたからいいけれど、動画編集時点では、ミミロップの電光石火の採用率は6位。そんなに珍しいわけでもなさそう。採用率 10% 以下なら珍しいと言ってもいいような。とりあえずミミロップは倒したわね。で、次はアシレイヌが来るはず。サメハダーからアシレイヌに通る技は、独特の牙か毒好きくらいしかないからね。やはりアシレイヌが来たわ。お相手の最後の一体がギルガルドだったとしたら、サメハダーがいないと勝てない。ニンフィアに引きましょう。ここでは脱ミのシンフォニアを打たれたら、僕でも受けきれない気がするけど。こちらはとりあえず守るで様子見という選択肢が取れるから、Z 技は確実にニンフィアに打てる時に使うと思うのよね。ここは無難にムーンフォースで来ると思うわ。Z 技は守るを貫通するとはいえ、耐久の低いサメハダーでも守れば半減は脱ミは耐えられるからね。じゃあ僕が行こう。しゃあ、久々の出番だー。いきなりうるさいわね。嬉しくてつい。よし、特防が高い僕ならムーンフォースでも半分。で、うわー、特攻下がったー。これは大変だ、もっしゃもっしゃ。特攻下がるし、戦闘中に感触するし、やる気あるのかしらあなたは。解雇するわよ。特攻下がったのは運だし、食べなきゃ回復しないんだからしょうがないだろ。まあ、というわけで今回のニンフィアは残飯持ち。ステロ中にあくびしてエースに繋ぐ方です。あくびや願い事と相性のいい守るを入れているけど、守るは読まれないはず。Z 技読みで守るよ。よし来た。守れば Z 技も痛くない。長いのでエフェクトはカットで。さてこれで、願い事で受けられるようになったわね。食べ残しがあるとはいえ、この HP でムーンフォースを2体するのは無理かもしれないから、願い事で回復しよう。そうね。回復しつつ、アシレイヌを倒す隙を伺いましょう。最悪、ハイパーボイスでアシレイヌをサメハダーの圏内まで入れられれば、出てしまったー。アンコールあったか。願い事以外の技を打つ勇気はなかったから仕方ないわね。厳しいかもしれないけれど、ニンフィアがアシレイヌの上を取れているのは幸いね。このまま願い事で居座り続けて、アンコールが切れるのを待つこともできるからね。さすがに引けないし、願い事で行こうか。よし、ムーンフォースなら大丈夫。願い事は回復に2ターンかかるけど、なんとか粘れるかしら。そうだね。怖いのはこの間に最後の1体に交代されることかな。サメハダーは後出しが効かないし、最悪ニンフィアだけであと2体倒してもらう必要があるかもね。このターンも願い事で居座ります。よし、お相手居座ってるね。ムーンフォース連打なら大丈夫そうでー。滅びの歌。技構成は歌方のアリア、ムーンフォース、アンコール、滅びの歌だったのね。最後の技はアクアジェットだと思っていたわ。どうしようこれ。このまま居座り続けたら滅んでしまう。でもそれはお相手も同じ。お相手が引くタイミングに合わせてこちらも引ければまだチャンスはあるかもしれないわ。3ターンの間に、お相手がいつ引いてくるか。あと1ターンでこちらのアンコールが解けるから、あくびか何かで隙を作れるかもしれない状況になる。だからこそ、アンコールが切れる前に引いてくるかもしれない。ほぼ直感ですが、このターンに引きます。こちらの方が早いから当然こちらから引くとして、お相手の行動は、よし交代、本当にタイミングを合わせられたわ。最後の1体は誰かしら、カクコケコか。サメハダーでコケコに勝てるのかな？サメハダーに自身を搭載しているのは、加速した後にコケコを倒すためよ。守って加速すれば、コケコは倒せるわ。願い事でサメハダーが回復したけど、さすがに守らないと電気技は耐えないね。守るとアシレイヌ無償降臨の隙を作りますが、アシレイヌはサメハダーの自身プラスニンフィアの背後で倒せるかもしれないので、引かれてもよしとしましょう。もう相手は Z 技を使ったし、Z のないコケコなら僕でも勝てそうだからね。というわけでここは守ります。コケコが居座ってくれば、もっと勝ちに近づくわ。よし、居座っているわね。そしてお相手の行動は、ワイルドボルトか、身代わりもなかったようでよか。ワイルドボルト？ちょっと待った、もしかして、どうかしたの？もしこのコケコが Z を持っていないのであれば、何を持っているのかしら。ワイルドボルトがあるならタッチではないし、他にコケコが持てそうなものといえば、スカーフだった。
サメ肌当たり面で石割るわけだ。1加速だけじゃスカーフコケコは抜けないよね。いや待った、Z のないコケコなら僕でも勝てそうって言ったけど、物理耐久が低い僕で物理コケコに勝てるのだろうか。その後にアシレイムにも勝たないといけないし。やってもらうしかないわね。ニンフィアはほぼ HB 特化だから、ワイルドボルト一発は耐えるとは思うけれど、エレキフィールドのターンはまだ残っているしワイルドボルトで削りに来るよね。守るで少しでも回復しよう。守る、ワイボ受けて背後で倒す。守るでアシレイムのムーンフォースを耐えられたら勝ちだからね。でもここでアシレイムに惹かれたらまずいんじゃ。いや、ハイパーボイスを撃たれる可能性を考えるとここは引けないはず。あれ守る読まれてるじゃないの。ひよった選択をしてしまったかな。まずいかもしれない。こちらに回復手段がある以上、お相手の選択は滅びの歌しかないわよね。そうなると、ニンフィアが滅ぶ前にアシレイムもコケコも倒せないと負けか。アシレイムは特防が高いから、特攻に全く振ってない僕のハイパーボイスじゃあまり削れない気がするけど。とりあえず、どのくらいダメージが入るのか見てみよう。ウームあと2発かかりそう。そして滅ばれてしまった。でも滅ぶまでまだ3ターンあるから、背後はあと3回打てる。アシレイムを倒すのに2発かかっても、コケコを一発で倒せればこちらの勝ちよ。コケコは特殊耐久が低いから一発で倒せるかもしれない。よし、もう連打するしかないし、ハイパーボイスを連打するぞ。どやー。うるさいわね。ウームギリギリ足りない。でもムーンフォースプラスワイルドボルトを耐える余裕はあるはず。君のムーンフォより僕の背後の方が強いという。あわわ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 、背後より強いところを見せられてどうする。この特攻ダウンはコケコを倒せるか怪しくなるからかなり辛い。でもこのまま負けてしまうとまた出番が来なくなるかもしれない。負けるわけにはいかない。ニンフィアがすごくやる気を出している。よしオッケー、あとはコケコのみ。コケコがワイルドボルトを打ってくれば反動ダメージ込みでハイパーボイスで倒せるかもしれない。でもこちらの特攻が下がった以上、反動のない技を打ってくるわよね。次のターンが終わったら僕だけが滅んじゃうからね。コケコを一撃で倒せないとこちらの負けか。テロが入ったとはいえ、やっぱり特攻が下がった状態では倒せなさそうな HP よ。大丈夫かしら？厳しいかもしれない。でも僕は6世代から頑張ってきたフェアリータイプなんだ。7世代から増えたフェアリータイプには、負けるわけにはいかない。くらえー。ダメでした。やっぱりニンフィア、パーティーから解雇しよ。そんな。試合の運び方は悪くなかったと思うけれど、最後の詰めが甘かったかしら。対戦ありがとうございました。というわけで、今回の試合はここまでです。いかがだったでしょうか？今回のパーティーはカプレヒレを呼ぶ関係で、ドレディアが選出しやすかったため気に入っています。ドレディアの3盾試合が結構取れたので上で流しておきます。サメ肌やペローチェを見たらレヒレを出したくなるだろうからね。レヒレを起点にできるドレディアとパーティー相性が良かったかも。その反面、ゲロゲプラスエース1プラスエース2という選出が基本だったから、ニンフィアの選出率は一番低かったのだけれど、ひどいです。ちなみに今回、今までの動画と比べて少しだけ喋るスピードを速くしてみました。特に問題なさそうなら、今後もこの速さで行くかもしれません。今後も。って言ったって、今回がサンムーン最終回なわけだけど、ウルトラサンムーンでも、この動画シリーズは投稿されるのかな？ウルトラサンムーンでも投稿します。どのシリーズの最終回でも言っていますが、多くのコメントをいただける限り、私が動画投稿をやめることはありません。ドレディアと一緒にやっていくスタイルも変わらず続けていくよ。ところで僕の出番はあるのかな？それでは上の画面で今回のパーティー紹介をしながら、前回の動画のコメント返しをやっていきましょう。ウポツ、ウポツです、ウポツです、ウポツー、など、いつも多くのウポツコメントありがとうございます。なおこれでも特殊技、相手から見てどっちかわからないのもメリットだからな。それだとガルドの処理がしやすいから頼む。Z 技のエフェクトを、物理技と特殊技で分けてほしいといった時のコメントですね。破壊光線を Z 技にするとどうしてもシュールになってしまうと思ったのですが、ギルガルドみたいな物理も特殊もいけるポケモンにとっては、エフェクトが分かれると型がバレちゃうからデメリットになるのか。じゃあエフェクトは分けない方がいいのかしら。でもノーマル Z のエフェクトは、もっとドレディアに合いそうな感じになってくれると嬉しいのだけれど。今年の映画は見ましたか？映画ポケモン君に決めたは見ましたか？見ていないです。
映画館に映画を見に行くということを基本的にしないもので、加減線なりお絵描きなり、何か別作業をしながら見たいからね。アニメや動画見るときもそうなんだけど、一番採用しているドレディアの方は何ですか？ギガドレイン、メガ炎、破壊光線、今日の前のノーマル Z 持ちドレディアを採用することが多いです。草、炎、ノーマルの範囲はそこそこ広いから、うまく舞うタイミングが作れれば活躍してくれると思う。ドット絵ってどうやって制作するんでしょうか？私の場合は、エッジというドット絵専用のフリーソフトを使って描いています。下書き、清書、色付けという流れで描いているから、基本的な流れは普通の絵と一緒だと思う。違うのは一点一点描いていくことくらいかな。EV のバトンはにわか発言では？さっきの EV バトンは判定しなくていいのかな？前々回の動画で、アローラベトベトン入りパーティーに対して EV バトンの AP で勝てそうって言ってたんだけど、これはにわか発言ではないでしょうかご主人。なんとかなるとは言ったけれど、直接的に AP でアローラベトベトンに勝てると言ったわけではないのでセーフということで、まあ代わりと言ってはなんだけど、9月に投稿したスプラトゥーン動画でご主人に水着を着させてるからよかったら見てね。メイドインアビスはいいぞ、ノラトと映像、メイドインアビスとセントールはいいぞ、など、アニメの話ですね。ちなみに今期見ているアニメは、ラブライブサンシャイン、魔法陣ぐるぐる、この花木さん、紐の妹うまるちゃん R です。相変わらずコメント返しでもなんでもないけど、今期の女の子が可愛くてまったりしているアニメがあったら教えてください。さて、コメント返しは以上です。前回も多くのコメント、本当にありがとうございました。ウルトラサンムーンのパート1動画で、この動画にいただいたコメントのコメント返しをするつもりでいるから、何か質問があればよかったらコメントしていってね。続いて、前回の動画投稿後にいただいたイラストの紹介です。1枚目はこちら、レスナ様からいただいた私とドレディアのイラストです。花が多くてとても綺麗、二人とも花飾りが似合っていて可愛いね。ご主人の脇と胸が強調されている感じもすごくいい。あ、よく見たら僕もいたわ。とても華やかでいい一枚です。素敵なイラストありがとうございました。二枚目はこちら、ネボスケ様からいただきました。これは、私が数ヶ月前にツイッターで投稿した、タイプ別の好きなポケモン画像に対する人気やの反応のようですね。ウィズのグレイシアが入っているのに僕が入ってないのは消せないし、そもそもフェアリーの部分、何かおかしいな。何もおかしくないわよ。ちなみにグレイシアは一番好きなウィズです。可愛いし。素敵なイラストありがとうございました。3枚目はこちら、ナナシ様からいただいた、ドレディア、私、人気やのイラストです。擬人化ドレディアですね。わーい僕もいる。ご主人が手乗りサイズなのが可愛くていいね。擬人化ドレディアも可愛くていいですね。素敵なイラストありがとうございました。というわけで、イラスト紹介は以上だよ。この動画では常にイラストを募集しているから、メールかツイッターで送ってくれると嬉しいな。続いて、前回の動画を広告してくれた方たちの紹介です。文字だけの紹介になってしまい申し訳ないです。皆様ありがとうございました。おかげで動画に金枠がついて嬉しい限りだよ。前回も多くの広告本当にありがとうございます。それでは今回の動画はここまでとなります。ウルトラサンムーンでもまた見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。そして今回もおまけがあります。地声要素があるので聞きたくない方はご注意を。サンムーン最終回でもやるんだね。